この2人と久々に会ったので、ちょっとまあ鵜久森はでかいんで、そこだけはちょっとまあ意気込みっていうことじゃないですけど、こいつらちょっとぶっ潰そうかなってです。ありがとうございました。じゃあ今並さん、はい、今日の意気込みお願いします。今日の意気込みですか、はい。まあ、僕はまあいつもナチュラルにやりたいと思ってるんですけど、まあ横にいる一味スーツでカチッと決めたやつがいるんですけど、今日完全にこれ仕事しに来てるんで、皆さん気をつけてくださいね。皆さん完全に保険の営業されましたね。最低だな。完全に今日そのつもりで来てるんで、皆さんちょっと気をつけてくださいね。ちなみに宮さんどうですか。俺が一番やばいやつとか言ってですよ、とか言ってこうやって営業妨害してるようになってますけど、僕先日鵜久森読んでちゃんと契約しましたから。